2005年にの9月にメジャーデビューをして、2006年3枚出してあげるよのレコード会社に言われた、その2、3枚目をね、はい、2006年に出すわけですよ。はいはい。コンピューターシティとエレクトロワールド、この時期にはライブにもね、お客さんが来てくれるようになったりとか、秋葉原でもやっぱもちろんライブはやっていたんですけど、そのなんかところでも鳥とかねやらせてもらえるようになったり、まあライブハウスはもちろんその大きくないですけど、そういうイベントでもPerfumeさんが出てくれるならみたいな、そういうのあったよね。表参道ファブみたいな、あったね。石丸電機ソフトキューンみたいなとか、アストロホールとかね、とか、そういうのさ、なんかあゆむさんが出るならみたいな、結構いろんなイベントに出てきてくれてて、楽しいし、私お客さんも曲を覚えてくれて、で新しい曲もどんどん増えていくから、ライブもちょっとずつこう変えられるようになって、すごい楽しくて、やっぱライブにお客さんがたくさん来てくれるとやっぱ嬉しいし、っていう感じだった。そうだね、そうだねよね。なんかファンの人たちとみんなで浜名湖にバスツアーとか行ったのがこの年なんだって。あ、そうなんだ。そうだみんなでバスに乗って、夜宴会みたいなの、カラオケ大会とか、パジャマパーティー、そうパジャマパーティーで3人パジャマ、みんなもパジャマ、みんなパジャマだったんだよね、でパフュームクイズとかやってね、パフューム検定、パフューム検定、なんか問題とか作って、そうやったり、遊園地行ったりね、遊園地ね、一緒になんかトロッコみたいなのとか、ね、乗ったりとか、すごい近かったね、距離が。バスさんやって、バスガイドさん、バスガイドさんのやつのやったりとか、やりましたね。いろんなことしましたね。でコンピューターシティ1月にリリースと、はい、でこのね、あのコンピューターシティがですね、テレビで歌うんですよ。明日 M ステで初披露です。なんで、今さら初披露っていうね。4年かかりましたよ、4年越しの思いが。今年のコンピューターシティ M ステだよ。いやでもね、やっぱり武道館で1曲目にねやらせてもらって、あの日はすごいいい日になって、やっぱり自分たちにとっても思い入れの強い曲だから、ドームをやる際にこの時のこんな勢いをドームでも出したい、行きたい、こんな勢いで行きたいっていう思いを込めて、M ステさんではいやらせていただけると、はい、明日生放送だよ。ですね、緊張するね、緊張するです。うまい、うまい、やっぱ捉えるのうまいね、そういうモノマネ系ね。ちょっとなまっちゃう。あとあれだ、コンピューターシティからみんなでさ、自分の CD 買いに行ったりしたよね。買いに行った。そうだね、でテクノを好きになったよね、やっとここで。なんかね、私ね、カプセルのライブをね、ノッチと見に行ったんだよね、なんか青山の中で、スパイラルで、なんかめっちゃ楽しいって思って、テクノってすごいみたいな、そのこの時にね、やっと分かったんよね。そういろいろモノクロームエフェクトとか、いろいろ歌ってて分かんなかった曲のかっこよさが分かって、それで初めてみんなに CD を聴いてほしい、初めてっていうか、その友達とかにも見てほしいみたいな、でそれで学校にポスター持ってたの覚えてる？覚えてない。みんなポスターを持ってくるんだよ、なんかそのなんか舞台出ますみたいな、で先生になんか見せに来るみたいな、でなんか友達とかもやってたりしてたけど、うちらはもちろん全然やったことなくて、でもこの時に初めてなんかポスターをみんなでもらえたから、なんか学校持ってこいよみたいな感じになって、一時期貼ってもらってたの覚えてない？覚えてない。学校で貼ってくれて、じゃあ教室のとこに、そう俺買いに行くよとか言って、クラスの子買いに行ってくれたり、なんかこう自分たちの曲の良さに気づいて、こう自信が持って、この曲が初めて愛してるっていう言葉が入った曲で、それもね、なんかそういうこう人間味とか、気持ちがねある感じを今までそんなに出したことないような歌詞ばっかりだったから、ここから少しそういうこう人間的な温かいところとかもなんか出てきたなみたいな感じはありますね。それでエレクトロワールドがリリースされて、なんか UDX だったっけ、秋葉原の、そう、あそこで初めてやらせてもらって1000人集めて、1000人だよ、1000人
品で超すごいね。びっくりしたよね。すごい嬉しかった。で社長さんが見に来てくれて、うん、そうそうそう、君たちはやっぱ行けると思ってたんだよじゃあ今からメイド喫茶行ってくるかなって変わった社長だったね。うん、今もね応援してくれてますけども、うん、おいで、ファーストアルバム Perfume コンプリートベストをリリースと、うん、はい、初めてのアルバムにしてベストコンプリートベスト、はい、しかもコンプリートって言っちゃいましたからね。コンプリートです一時期ね、うん、あのファンの人の中から解散するんじゃないかっていう噂がね、うん、すごい流れて、あったし言われたし、握手会ですごい言われたよね、うんうん、解散しないでねみたいな、うん、言われて、ライムスターの歌丸さんに言われたのすごい覚えてる。そうだね、なんか対談の時に解散するのって本当にあの取材が終わって、うん、ちょっと死んだそうそうそうの時に解散するのって言われて、でもその時にはもうこっち的にはあのチョコレートディスコのね、うん、その次の年のリリースが決まってたから、いや解散しないですってちゃんと言えたけど、全然そんなことない、みんなね多分解散すると思ってた、うん、いやーすると思うよ、ね、今までがね長かったからおさらいして整理して名刺代わりの1枚として、で新曲パーフェクトスターパーフェクトスタイルを入れてこれから次に進んでいくよっていう、うん、まとめをしたっていうつもりだったんだよね、こっちからすると。インディーズの時の曲もたくさんあるし、なんか竹中田さんが作ってくれてるから、うん、そこも聞きたいって言ってくれる声もすごい多くて、うん、それをちゃんと整理しておかないと今後リリースはできないみたいな、うんうん、イコールそのシングルがもう廃盤になってるから絶対曲を手に入らないみたいな感じになっちゃうから、うん、アルバム一挙出しとくかみたいな、そういう考えなんだけど、うん、まあこのねアルバムがまた来年にね、はい、その時に別にあの、うん、ランク的にはなんか60何位とか、そうですね、うん、リニアモーターガールで初めて99位に入って、そうめちゃくちゃ嬉しかったっていうところからリリースをしていくようにいって、ちょっとずつこうランクが上がってきて、うん、ともに2006年だったんですけども、はい、いよいよ2007年、きたこちらポリリズムリリースの年でございます。そうですね、運命が変わりますね、ここで2007年でね、